私は秀次郎じゃありません。秀次郎さんと肩を探しで。少しおかしいな、これ。おかしい？
いや、おかしくある。あのね、お嬢さん、お家はどっちですか？あっち。あ、こっち。はい、じゃあどう。そうなっちまう。来やがった。ああ、もし、こっちおいなさい。ありがとうございます。ひでえ風になったもんでございますね。雲が切れてるから通り雨だ。じきにやむだろう。そう願いたいもんでございます。いや、雨だからさ。ちょっとこっち。ここで少し雨やっておく。はい。やっちゃったな。いいとこの娘さんらしいけど、かえそうにな。美味しいですか？
いし。1万です。手土産があるだ。いけねえいけねえ、おめえこんなことしちゃおめえ今日でいけねえんだよ。何を言ってるんだ今日で。そんなに減っちゃいねえよ。若い者に分けてやってくんない。困ってない。おいみんな、いただいたぜ。おじき、ありがとうございます。ああところでどうで、まだ傷は痛むかい？もう大丈夫だよ。腕がねえ方が案外箔がつくかもしれねえぜ。しかしひでえ目にあったんだな。だがな兄弟、物は考えようだぜ。おめえが一やってみねえな。こいつは名をあげるぜ。また悪い猟犬を越えそうになったら、傷の痛みを思い出すんだ。一にやられたやつは数えきれ。どう仕返してやろう、一人もいねえんで。行くそこに、ぶっ殺す。ごめんください。へい。こちらにおばばの伝兵衛親分がおいでになってますか。ありがとうございます。ありがとうございます。座頭市の首な、おめえたちの手であげろ。こっちであげたとなるや、兄弟分の敵討ったってことで、この都政じゃおばばより俺の名前の方がぐっと上がるってもんだ。着物、帯、人形。人形が高くつきました。今のところ三両いただきます。おい、どんな手でやるんだい。何でもいいから早くやれ。野郎の首に唾引っかけて一杯やりてんだ。Ha ha ha!
こんばんは。こんばんは。いやいやいや、いやいやって、それはこっちの言うセリフ。嫌じゃありませんよ。ごめんなさい。どうでも俺の手で、ここは俺の縄張り口だぜ。俺の汽車をポンと果てたら突き出すんだって。その目に突き出すんじゃねえぞ。分かったな。おう、兄弟。野郎は考えから普通にしてねえってと直に感づかれるぜ。分かってるよ。おめえら普通に喋るんだ。普通に分かったな。分かるか。おめえさんはこの宿場初めてかい？さすがですけど、あの宿の女中さんから聞きましたけども、貸元の評判よろしゅうございますね。それほどでもねえぜ。本当でございます。これはだいぶこの辺が そんなことはねえ。そんなことはねえ。これあのね、横は綺麗なんだよ。俺は一日中起きておいてなさるんでございます、ね。そんなことはおめえねえけどよ。いいで、これどうございました。いえ、それほどじゃねえんで。バカ野郎、許せるかい。じゃあ、あの、やめますか。おめえじゃねえんで。やでも、なんか親分さんの機嫌を損ねるってと、この宿場にはいられませんから、今夜のところはこのまま。なるほど、親分さん評判のいいはずだ。兄弟、バカ野郎、くすぐまったかくすぐない。
そうだな、こりゃ。いやいやいや。どんな夢見てるか知らねえけど、やっぱりかわいそうだな。ひでじろう、ひでじろう、ね、こっち。なんだ、え、冗談じゃないよ。お前さんね、自分がおかしいからって、何も俺までおかしくさせてどうするって。え、もうお断りだ。一人で出てってくれ。え、かわいそうだと思ってるから。出てくんだよ。出てってくれ。冗談じゃねえよ。また会いましたね。ほら、山あいで雨に振り込められて。ああ、あの節はどうもすっかりお世話になりまして、ありがとうございました。こんなこと言っちゃなんだが、お前さんと会ってから私の商売すっかり目がつきましたよ。またよろしゅうございましたね。飯は？まだです。それじゃあ一緒に。あ、そうっすか、どうも。ほら、ええ、ごちそうさまでございます。こんなうめえもの久しぶりでこれ。お前さんには見えないんだろうけど、綺麗な娘さんだ。うーんと食って。そんな仲じゃありませんよ。旦那もだいぶ酒の方がお好きらしいですね。あ、お魚、お魚。あ、
です。池の方へ魚でも取るらしい。私が行って見てきてあげよう。すいません。何もかもバレてるみたい。バレた？なんだかうまくいかないような気がする。お前らしくないじゃねえか。お父っつぁんが行っちまった後、この人形の首が落っこっちまったの。野郎に見られたのか？見えるわけないじゃない。そうか。野郎の首が落ちる前に人形の首が落ちたんじゃしょうがねえ。びっくりしちゃった、あの時。おい。ん？船でやってみようか。船？水が怖いんだ、野郎。水が？いい加減にしなさいよ。ねえ、私の芝居いつからバレてたの？
た今さ。ずいぶん前からバレてたみたい。お前さん、俺に何か恨みでもあるのかい？そんなもんあるわけないじゃない。お金、お金さ。メイちゃん、お前さん、ずいぶん人を切ったんだろうね。金で切ったこた一度もねえよ。この船どこへつけるつもり？どこへつければお前さん気が済むね。うん、殺し合わないで済むところ。じゃあ一生懸命こがなくっちゃ。でも一生懸命やってるよ。ちゃんとこう新しいとこにつけるね。いっちゃん、ここね。どんなところだい？元の浜さん。ごめんなさい。お前さんがあんまり一生懸命こいでたもんだから、つい急びれちまって。こいつは大笑いだ。お前さん、もしこの俺をやってたとしたら、誰が金を払ってくれるんだい？お前さんも知ってるだろう。オバマの伝兵親分さ。オバマの伝兵。
私お前さんと二三日過ごして自分の生き様につくづく愛想が尽きちまった。いいの、私はこれで。お前さん、今目が覚めた。もし俺をやったところで、おばばの伝兵衛なんざ銭を払っちゃくれねえよ。お前さんの命を取られるのが関の山さ。で、俺の首にいくらの値がついた？一本さ。百両。それじゃ俺だってざっと一やりたくなら。やるんだ。座頭市も心が眠るのを覚めときらしい。兄弟、どうして？どこ行くんだよ。浜さ。何しに？野郎がな、どんな面して死んでるか一応。おい兄弟、おめえ一応やったのかよ。え、一応よ。兄弟も一応殺して名前をあげたかったらしいな。バカ野郎、浜行くんだ浜へ。俺とつまっておい。
私たちはこれでおいとまします。お約束の百両今払ってやるから、松子の酒でも飲んでろ。なんでお前にやろう、邪魔くない、邪魔くないか、やろう、おて逃げろ、おてや逃げろ。俺の言った通りになったろう。川留の触れがあった。泊まり客が増えて喜ぶ宿場女郎、一の稼ぎも多い。だが川留ゆえに古傷に生き血を吹き出させた男女がいた。女は2年前苦労しく燃えた男の愛を信じて待っていた。しかし男は妻を伴ってこの宿場にやってきた。愛と憎しみに宿場女郎の心は激しく揺れる。次回新座頭一にご期待ください。